3、2、毎日更新ドグチューブ、好きな AV 女優は、松本コンチータという方でございます。、見覚えのある場所にやってまいりました。記念すべき、うるさい。ごめんなさい、トラック通ったタクシー通ったんでね。記念すべき第1回やってきた、あの怪しい自動販売機をやってみるということで、今日こそですね、このこちらカメラさん、この PS ビータもしくはですね、この 3DS、 これが出たらこれ終了とさせていただきますので。そして第1回に当たったのはこちら USB スピーカー、ねえ、これぼったくりもいいとこですよ。今日は必ず出したいと思います。さあ出るのか、交互期待。さあ行きましょう。テンション高いね、うん。さあじゃあ行きますよ。この派手派手しい財布、つもりちさとっていうねブランドの財布なんですよ。いいでしょこれ、うん。親に見せたらね、本当にあんた吉丸貝かねって言われる。吉丸貝って全部言うて持ってるやん。さあ行きましょう。これ1000円しますからね、もう予算2000円かかっとるわけですよ。さあ夢の世界、世界スタート。お好きなボタンを押してください。これ、ね、前回ねどれにしようかなってやったので、どうしようかな、バリエーションなくなってくるよな。これ2個同時行きましょうかね。2個同時行きますよ。はあ、か、カメハメハ。あ、こっちになった。さあ何になるでしょうか。買うなら今でしょ、表ナッシーで30倍返しだ。これが林さんで、表な滝川クリステルでフナッシーで、これが半沢直樹。一応全部説明しておきましたからね。こう2014年に流行ったものを全部入れとけばいいっていうね、やすやすしい考えの自動販売機ですよ。行きましょう。これ重いねこれ。来たか、ビータ、ビータ来たか。お、すごい、このどっしりとしていない歯ごたえ。え、何これ。これはちょっと気になります。開けましょう、開けましょう。え、ない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 、行くよ行くよ、カメラいい。え、何これ、何これ、ん、何これ。ということでですね、今日日ラジオ。今日日ラジオでございました。ありがとうございました。このラジオ、だいたい秋葉で買ったらこれ180円ですね。1000円で2000円出して、今のところこのラジオとこの USB スピーカーでございました。ありがとうございました。さあ一体いつになったら PS ビータと 3DS は出るのか、こうご期待でございます。